矢沢ニコのモノマネします。ファランクス。ということで、どうも皆さんこんにちは、ミサです。本日はですね、こちら最終上限解放、綾瀬エリ&ファランクス矢沢&東條のぞみということで、はい、いや結構時間経ったような気がしますよね。なんか本当にもう1年経ったんじゃないかっていうような、あ、でも書いてあるわ、2019年8月12日から24日に開催される。やっぱ1年経ったんだね。ちょうど1年とかなんだ。ラブライブ空の扉がサイドストーリーとして登場いたします。そしてそれに伴い、前回開催時に行われた最終上限会をチーム決定投票で見事1位を獲得した3年生チーム、綾瀬エリ&ファランクス&東條のぞみが最終上限会をされますということで、うん、僕ちなみにノンタン推しなんですよね。僕ノンタン推しなんだよな。はい。まあ、という感じなんですけれども、今回は最終上限解放されるということで、ただアビリティ何だったっけ？スピリチュアルやねと、ファランクス矢沢と、ちょっとアビリティパッと思いつかないんですけど、まあちょっと最終上限解放、闇属性なんだよな。まあだから次の古戦場とかも想定すると、ちょっと気になっちゃうなというところで、性能の方見ていきたいなと思っております。出た！ハラッショー。ちなみに今のこのハラッショーは別に綾瀬エリのモノマネのハラッショーではなくて、聖剣使いのワールドブレイクの、まあ、あのロシア人のスパイなんだけど主人公の仲間になるんだけど、いきなり声優が変わってロシアとのその通信をする際に出てくるそのスパイの女の子のハラッショーのモノマネなんですよ。はい。まあ分かりやすいと思うんですけど、敵の強化効果は1つ無効化、ディスペルですね。で、無効化成功時、味方全体の奥義ダメアップ1回を。で、ニッコニッコに味方全体の連撃アップ。で、スピリチュアル屋根が光攻撃ダウンと闇防御ダウン。で、心のメロ、あれ？ファランクスじゃなかったっけ？あれ、ダメか？ファランクスじゃなかった？あれ、なんかファランクスだった気がしたんだけど、気のせいだった。それは僕たちの奇跡。味方全体の闇攻撃アップ HP 回復で、サポアビが味方全体の光ダメ軽減という感じになってますね。じゃちょっとこれ最終上限解放を行うと、ライブのような大迫力の演出にパワーアップ、奥義がどんな時もずっとに変化し奥義ダメ上昇、さらに再生、お強いんじゃない、リジェネ6ターン効果時間が長いため定期的に奥義を発動することで毎ターン HP を回復できるようになり、パーティー全体を支えてくれるでしょう。レベル90になるとハラッショーとニッコニッコ2が強化されます。一見するとクールで真面目の性格のエリちゃんですが、実は暗闇が怖いという一面も。エリちゃんのアビリティハラッショーは敵の強化効果を1つ無効化することができ、無効化が成功した時に味方全体の奥義ダメージをアップしてくれるものです。はい。強化されると敵の強化効果が1つ無効化した際に付与される味方全体の奥義ダメアップ効果が上昇で、奥義ダメ上限アップ、奥義性能アップになるんだね。で、スクールアイドルに対しては誰にも負けない情熱を持ってるニコちゃん、ニコちゃんを象徴するセリフが由来のアビリティニッコニッコ2は味方全体の連続攻撃確率アップがアップする効果。はい。強化されると使用間隔が6ターンへ短縮、味方全体に4ダメ上昇、同時に付与される連撃アップとも相性が良く、敵に大ダメージを与えるチャンスとなるでしょう。よだめアップね。まあ結構闇属性ってアビリティ系が多いのでダメージ系が、まあそこら辺との相性も見てるのかなっていう感じはしますね。で、レベル95になると、独特な口調で話すマイペースな性格でのほほんとしているけれど意外と作詞なのぞみちゃん、そんなのぞみちゃんのアビリティスピリチュアルやねは敵全体の光属性攻撃力と闇防御をダウンさせる珍しい効果となってます。まあ結構ありがたいアビリティですね。もともと光攻撃って光攻撃ダウンっていうのは、まあ通常の属性攻撃ダウン、違えば片面とか両面とかの攻撃ダウンにさらにちょっと追加で下げられるから、まあ敵の火力を大きく下げるんですけど、珍しい効果となってます。レベル95になるとスピリチュアル屋根が強化され、光攻撃ダウンと闇防御ダウンの効果値が上昇、これ嬉しいね、これは嬉しい、これ上がるだけで嬉しい。さらに敵全体に連撃ダウンを付与する効果が追加されます。のぞみちゃんのスピリチュアルパワーで敵全弱体効果を一度に多数付与することができ、味方全体の火ダメを抑えることができますということで、フルオート優秀だね、フルオート優秀だな現状で、レベル100で出現するフェイトエピソードをクリアすると心のメロディ4アビですかね、が強化されます。新たに火ダメリフレクト、あ、火ダメカットとリフレクト、しかも 30% バリア効果、リフレクト効果は敵から受けるダメの 30% 分を1回だけ反射することができ、バリア効果は1500ダメージを無効化。いや、これめちゃくちゃ強いですよ、実は。というのも、もともとダメか 40% じゃん。そう、もともとダメージカット 40% で、で、リフレクトってダメージをカットする効果もついてるんですよ。40% カットプラス 30% リフレクト、つまり 70% ファランクスよ。そう。70% ファランクスになるんですよ。
そのターンだけは。ただまあ反射は回数をまあダメ無効にしても消費しちゃうんで、まあ、あれなんですけど 70% ダメかなってね。つまり 30% のダメージカット系、属性ダメージカットとかを併用するだけで100カットにできるんだよね。って考えたら、まあジャンヌダルク、闇ジャンヌの奥義効果ってダメか 20% ぐらいあってね、奥義効果で。となったら、まあこの心のメロディーだったらね、闇ジャンヌでミゼラブルミストみたいな感じで組み合わせたら、だってこれもう 90%、 これもう 90% カットになるわけで、闇ジャンヌ奥義かますだけでね、っていう使い方もあるかな。まあなんかかなり使用の感覚が使用感が良くなりそうな感じしますね。これはリフレクト豪華。はい。で、最終上限解放により勝利演出がミューズメンバー全員による豪華な、おお出た、メンバー全員になってる特別演出になりました。一緒に旅を盛り上げていきましょう。まあなんか最終上限解放がね、1グループだけっていうのもやっぱ寂しい話ですよね。まあそれがやっぱ許されるのって本、まあ許されるっつったらあれだけど、本気ゲームだったらそういうのはまたあるかもしんないけど、まあなんかこう、コラボ系ゲームだったらね、まあなんか全員出てほしいっていう気持ちは正直ある、俺の中で。そう、やっぱ全員が最終上限解放されてほしいという気持ちはあるんですけれども、まあここでね、全員が出てくる。多いな。多いな。1,2,3,4,5,6,7,8,9 多いな。9人か。アイドルグループで、まあ AKB48 とかもいるけど、9人もいたら押せなくない？どうなんですか？僕なんか推しのアイドルって今まで出会ったことないんだよな。てか、やっぱ一人押しちゃうからさ、好きだなって思ってもやっぱ一人なんで、一途だから、たわけが。はい。まあ一途かはわかんないんですけれども、まあなんかね、そう考えると、ちょっとこう9人もいると、なんか目移りしてしまう。一途が一瞬で飛んでったわ、今。今、一途が一瞬で飛んできましたけど、9人いると、なんか、まあ、僕は飲んだんですね。はい。という感じなんですが、まあ、今回最終上限解放、まあ、フルオート適正はすげえ上がったよな。まあ、奥義効果でリジェネ効果がつくっていう話だったんで、まあ、リジェネによって体力がめちゃくちゃ、維持しやすくなったのと、まあ、全属性ダメか、プラスリフレクトっていうことで、まあ、ダメージ分のね、カットの量が実質上がるっていうところ、まあ、あと光攻撃ダウンも上昇量アップしたでしょ。ただ、まあ、闇属性はね、まあ、課金のキャラクターではあるんだけど、工場キャラでこそあるけど、ベアトリックスですね。まあ、ベアトリックスとかも防御ダウン系のキャラクターとしてすごい優秀だから、まあ、ちょっとそこら辺と競合するかなっていうような感じしましたね。ベアトリックスはニアビな攻撃ダウンがめちゃくちゃすごかったんだよな。アロレプラス闇攻撃ダウンみたいな感じになってるから、うん、まあコルルとかの累積防御ダウンとかと組み合わせるんだったら、正直、まあこれ普通の攻撃ダウンとかになってるからね、まあ、割と俺はベアトリックスとかの方が強そうには見えるんだけど、例えばじゃあミゼラブルミストとかと組み合わせるとね、闇防御ダウンがどれぐらいの効果量かわかんないけど、まあミゼラブルミストプラス、そうっすね。いやでも、攻防ダウンのキャラクター、あ、フェリーとかいいね。フェリーとかと組み合わせるんだったら、スピリチュアル屋根は優秀かなっていうような印象があるかな。うん。まあ、フェリーとか、まあ、攻防ダウン系、もしくは攻撃、まあ、闇防御ダウンの効果量が上がるっていう話だったから、まあ、どれぐらいダウンするのか正直わかんないけど、まあ、闇防御ダウンが、まあ、25% だったら、まあ、攻撃ダウン系のキャラクターとかと組み合わせればっていう話があるな。攻撃ダウンとか攻撃累積ダウンと組み合わせればスピリチュアルに輝くっていう話。まあ、何にせよね、この光攻撃ダウンってなかなか持ってるキャラクターいないですから、属性攻撃ダウン系はね、うん。まあそれこそさっき言ったベアトリックスとか、まあ、他のキャラクターで言うと誰だろうな、まあパッと思いつかないぐらいな感じなんで、まあかなり数が少ないので優秀なのかななんていう風に思ったりします。フルオート適性がすごい高そうなので、まあちょっとね、古戦場を想定するのであれば取っておいた方が良さそうかななんていう風に思った次第でございます。そんな感じの最終上限解放、こちらのね、アヤセレイリープルルルルすいません、もう一回いきます。綾瀬エリー&ファランクス&東條のぞみ、はい、完璧という感じの新キャラクター最終上限解放は実装されるということで、性能を見ていく予定でございました。皆さんもね、もしご意見あればぜひとも書いてみてください、下のコメント欄に。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。